武将たちのイメージを大切にしていて、原作を書いた時は柴田勝家役は役所広司さんではなくショーン・コネリーだった。ショーン・コネリーだったんですか。まあ、原作書いてる時はまだキャスティングもできてないですから、で僕いつも当て書きなので、ハリさんが浮かばないとこう書けないんですよね。この人はこの人にやってもらうんだ、頭の中でその役者さんが演じてるのを思いながら書く、うん、そう、それは当て書きと言いますよね。だから決まってない時はしょうがないから自分の中で勝手に決めて書くんですけども、今回ショーン・コネリーを、ショーン・コネリーが達者な日本人、日本語を戦国武将の言葉をしゃべってリアルに考えると無理があるんですけども、年齢的なこともあるし、風とライオンっていう映画があったんですよ。その頃のショーン・コネリーがすごくこうかっこいいんです。かっこいいんだけども、ちょっとこうおおらかで明るくて、でちょっとこう人間味あって、でちょっと大衆もあるみたいな、そんな感じのショーン・コネリーのイメージなんですね。柴田勝家は、柴田勝家ちょっと大衆がある感じで描かれてましたね。というかね、戦国武将ってみんな臭かったと思うんですよ。そうですよね、うん、相当ですよ。真夏の設定ですよね、あれね。真夏の設定でこんな鎧兜で、うん、着替えて風呂入ってる風でもなく、うん、毎日毎日いるんですよね。すごかったと思いますよ。そうですよね。あんまりそういうのって今までないですからね、映画で。戦国武将の匂いってそんなに出てこないと思うんで、今回ちょっとそれをね、アピールしてみたいなっていうのは。そういうところもぜひね、チェックしてくださいね。はい。